リオネル・メッシの姿が映ってきました。2年前に亡くなったマラドーナさん、神の子と呼ばれた彼が牽引して頂点に輝いた1986年、アルゼンチンは再び神の子と呼ばれるキャプテンと共に頂点を目指します。フランス代表です。新時代の象徴的存在キリアン・エムバペがメッシと並んで今大会得点ランキングトップの5ゴール。どんな決勝戦になるのか。サッカーを愛する全ての人の夢の舞台です、ワールドカップの決勝です。これは世界から選ばれた32チームによる64試合の全てをかけた激闘の結末です。大会を振り返れば死の組で起きた2度のアップセット、中東の意地、王国撃破、英雄の涙、アトラスの獅子の快進撃、そして最後の勇姿、肩書きのない、それでいて数えきれないほどのドラマのクライマックスを今から迎えます。ピッチに立つことが許されたのはアルゼンチンとフランス。伝説の最後のピースは埋まるのか、それとも60年ぶりの偉業達成か、南米の意地か、欧州のプライドか、神の子か、怪物か。全てのサッカー選手へのリスペクトとともに FIFA ワールドカップカタール2022決勝、新たな歴史は2色の青に彩られます。